みんな大好き台北ナビ。せーの、じゃじゃーん、八角弁当出てきました。はい、皆さんこんにちは。今日は台湾からちょっとあるものが届いたので、それをご紹介しようと思います。今回もこの後動画をご覧いただいて、これいいなと思ったらぜひいいねをお願いします。またチャンネル登録もお願いします。多分今この動画をご覧くださっている多くの皆さんはきっと台湾っていう言葉で引っ掛けてきてくださったんじゃないかなと思いますけれど、台湾ほんと恋しいですよね。僕もまあ以前は定期的に台湾に行って美味しいものを食べまくって、でこんな動画とか、まあ、はたまたこんな動画とかをたくさんアップしてたんですが、もう何せ3年近く、僕が最後に台湾に行ったのはもう2019年の11月のことですので、かれこれ3年近くになるということで、本当に自分も寂しい。そうするとどうしても台湾情報を集めちゃって、例えば今だと春から夏にかけて台湾パイナップルとか、もしくはこう春先から通販で販売が始まる台湾のマンゴーとか、どうしてもああいうの買っちゃいます。で今回も、そういうものの一つとして台湾からちょっとお取り寄せをしましたので、それをご紹介しようと思います。すげー欲しかったやつが手に入っちゃいました。それでは開封してみましょう。では早速開けてみましょうか。これ台湾好きの方ならみんなご存知、みんな大好き台北ナビ。ここから今回お取り寄せをしたものということです。台湾の消印もねついてます。ちょっと珍しいと思います。では開けます。本当に届いてですね、楽しみだったんですけど、動画を撮るタイミングまで開けるの待ってたんで、本当にこれが初開封です。はい、ちょっと手こずりましたけど出てきました。さらにエアパッキンも外していきます。せーの、じゃじゃーん。これ何かわかりますかね。上には台鉄弁当って書いてありますね。 TR 弁当です。もう日本語と同じですねこれね。実際にはビエンダンっていうふうに読みます。そして下にアイパスって書いてありますね。これ何者かっていうと、実は日本でいうところのスイカとかパスモみたいな交通系 IC カードなんですよ。で、その交通系の IC カード、IC なんてチップってすごくちっちゃいもんですから、あんなペラペラのカードに入っちゃうようなもんですからね。だったらそもそもタッチするんならもうカードの形してなくていいじゃん、ということで、台湾のIC カードはですね、すごいいろんなものとコラボして、例えばこれは、台湾鉄道、台鉄って日本でいうとこの旧国鉄みたいな感じですね。台湾鉄路管理局っていう会社なのかな、公団なのかな、よくわかんないけど、そこがすごい美味しい駅弁作ってて、で各駅で売ってるんですけど、実はその中でも一番人気の八角弁当っていうお弁当をモチーフにした交通系の IC カード、もうすでにカードじゃないですけど、交通系 IC カードというわけです。で、名前の由来はね、この器が八角形をしているので八角弁当っていうんですね。で、中に入っている、この後開けますけど、中に入っているのは台湾と言ったらといういわゆるパイコーというやつですね。パイグーっていう豚肉のバラ肉のところを骨付きのまんまでタレに漬け込んで揚げたもの、これ超うまいんですけど、これの入っているお弁当ということです。ちょっと裏見てみましょうか。あ、裏にはこのアイパスが使えるお店がたくさん載ってます。台湾の IC カードはですね、ものすごくいろんなところで使えるんですよ。で、実はこれアイパスっていうのは、台湾の南部にある第二の都市、高雄っていう街があるんですけど、そこの地下鉄網から確か、始まったタイプのもので、で、みんな大好き台北には、これとはまた別に EG カード、ヨーヨーカーっていうカードがあって、こっちの方がもしかしたら広まってるかもしれないですが、アイパスもこれだけ多くのお店で使えますので、鉄道だけじゃなくて、
地下鉄も使えるし、多分タクシーとかもね、使えるとこあると思いますし、ファストフード、コンビニ、様々使えます。台北のそのイージーカードが、日本で言うと感覚的にはスイカで、このアイパスが、まあ、関西方面で普及してるイコカみたいな、そういう感じだと思いますけど、当然相互乗り入れもできますし、共通で使えるお店もたくさんあるということです。で、これはもうこういうタイプのですね、キャラクターになってたり、こういうマスコットになってる IC カードは、EG カードにもこの iPass にも両方ある。そんな感じです。この後ちょっと、そのウェブサイトでどういう商品があるのか見てもらおうと思います。ちなみに実は当然それぞれ両方カード持ってます。左側台湾好きの方はよく見たことあると思います。これ台北で普及している EG カードというものですね。このデザイン特徴的でよくあります。で、こちらは何かのキャンペーンでもらったので、画面がこうデザインが写真になってますけど、これ高尾の地下鉄を示すジュエユンっていうのかなに対応する。これいわゆるアイパスです。今回はこのアイパスの台鉄弁当バージョンの IC カードということです。では、早速中を開けてみようと思います。今回実は5個頼んだんですけど、1個しか手に入りませんということで、1個しか手に入らなかったので、ちょっと開けるのもったいないんですが、でも僕はですね、どちらかっていうとこういうものは開けて使ってなんぼっていう、そういうたちですので、早速開けてみようと思います。さて、どうやって開けるのかな、これ。日本の商品は大体こうジップになってたりしますけど、そこまではなってないですね。もうなんか強引に行くしかないか。ここから、なんかちょっと破くのもったいないけど、しょうがない。よいしょ。出てきましたー。これアップになるかなあ、これもしかして、あ、蓋が開いた。この真ん中にデカデカと乗っているのがパイグーですね。パイコーというやつ。あと煮卵、お野菜類、なんか超リアルにできてる感じです。これなんだっけな、もう何回も食べてるんですけど、細かく何が入ってたかよく覚えてません。どうですこれ皆さん、超可愛くないですか。あ、裏にはちゃんと台鉄弁当とアイパスのロゴも入っていますね。まあ、そして台鉄のマークです。これ合ってます、合ってます、上下合ってますね。真ん中に、蓋にも台鉄のロゴが入ってます。いやー、もうちょっとこれでもなんか蓋開かないように止めとかないと実際使うとき落っことしそうで怖いですね。これを改札でピッてやる。コンビニの機械にピッとやるとそれで生産ができると。ということで、この台鉄弁当の、まあ、キーホルダーというか IC カード。これで IC カードです。ご覧いただきました。はい、いかがだったでしょうか。台鉄弁当の IC カード。もうね、本当嬉しい。いや、もう本当に嬉しいんですよね。これまあ今年発売が今年だったので、めちゃめちゃ欲しかったんですけど、まあさすがにちょっと買いに行けないなと思ってたんですけれど、今最初にご覧いただいた台北ナビが、今実はお買い物代行っていうのをやってくれていて、ウェブサイトで申し込みをすると、買い物を台湾でやって送ってくれると。そういうサービスやってるんです。で、それを見つけたもんですから、今回もう売り切れる前に、今回これ限定品だったんでね、すぐなくなっちゃいそうだったので、売り切れる前にすぐ申し込みをして、まあ、結局、
最初にいくら払ったかな、商品代と、あとこれその限定品でなんかそれに並ぶためのチャレンジなんとか費とかいうの、まあ200元とかかかってですね、確か最初に750元振り込んで、で商品の確保が決まって、さらに送料でいくらだったかな、200元だか400元だか振り込んだと思いましたから、結局これ1個のために1000元以上かかってます。ということはまあ日本円で多分4500円ぐらいかかってるということですが、これはもうねちょっと値段には変えられないと思います。本当に欲しかったんで本当嬉しいんですよ。なのでこれぜひ次回台湾に行けるようになったら、まあ、必ず台湾に行くと大鉄弁当食べるんですけど、その時にまた八角弁当を買って、これと並べて写真を撮って動画も撮って、また皆さんにご紹介できればなというふうに思っています。はい、ということで今回はこの大鉄弁当型の IC カードをご紹介いたしました。早く台湾行けるようになるといいですね。もう自分も本当楽しみです。また台湾に行ったらたくさん食べ物の動画とかアップしますので、その時にもぜひご覧ください。ぜひ今回の動画いいなと思ったらいいねをお願いします。またチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、今回も最後までご覧いただき本当にありがとうございました。それではまたお会いしましょう。